で、お子さんが検証での挨拶をした後に、はい。大丈夫ですか。準備いいですか。ただいまより平成28年度第30回全日本小学生男子ソフトボール大会、並びに第33回関東小学生男女ソフトボール大会神奈川県予選会の閉会式並びに表彰式を行います。最初に成績発表、磯崎副理事長が行います。平成28年度第30回全日本小学生男子ソフトボール大会並びに第33回関東小学生男女ソフトボール大会神奈川県予選会の成績を発表します。優勝厚木クラブ、準優勝金沢スターズ、第3位横須賀、第4位青少、第5位東北スターズ、第6位朝日子供屋 AH ドリームス、第7位鶴見クラブ、第8位神奈川スターズ。以上です。どうもありがとうございました。続きまして表彰いたします。優勝厚木クラブ、3名前から登場と旗とプレゼンテーターは北海町を行います。賞状優勝厚木クラブ殿、あなたは平成28年度全国関東県予選大会において当初の成績を収められましたので、これを表彰します。平成28年6月18日神奈川県少年ソフトボール連盟会長的奮闘、準優勝カナダスターズ、3名前。賞状準優勝金沢スターズの佐藤おめでとう。はい。ないんだ。2名だから。じゃあ2人で。2名だったので2人で受けてしまおう。2人でね。1名多くありそう。第3位横須賀、3名前へ。
頂上第3位横須賀殿の塚とおめでとう、頑張ってください。はい、続きまして関東省青少1名前、はい、青少関東省です。はい、頑張りました、運動。続きまして大会会長挨拶、大橋理事長が行います。よろしくお願いいたします。大会3日間、1日は雨だったんだけども、素晴らしい大会でした、今日争う好ゲームでやっぱりその1点っていうのが大事なんだよね。1点やるか1点を取るか、それによってソフトボールが勝敗が決まります。これからも全国大会2チーム、関東大会に3チーム行きます。あとのチームはソフトボール大会が終わったわけではありません。これから夏の県大会、また秋の県大会、たくさん試合があります。ぜひ自分の持っている力を十分に出し切って、最後まで諦めないでいいプレーを見せてください。我々大人はみんながいいプレーができるようにみんなで、サポートしていきたい。今日もあの審判団、いいジャッジでした。非常にビリビリと、良かった。これからもみんな大人はみんなをサポートしております。ぜひいいプレーをしてください。これで終わります。理事長そのままお願いします。理事長そのままお願いします。引き続きまして大橋理事長から全国大会出場認定書授与、並びに関東大会出場認定書授与を行います。まずはじめに全国大会出場認定書授与、厚木クラブ並びに、金沢スターズ、前へ。出場認定書、厚木クラブの1チームは平成28年全国関東県予選会において優秀な成績を収められました。よってここに全国大会に出場することを認めます。平成28年6月18日神奈川県少年ソフトボール連盟チームと大橋達雄、おめでとうございます。出場認定書、金沢スターズ殿。1チームは平成28年度全国関東県予選会によって優秀な成績を収められます。よってここに全国大会に出場することを認めます。平成28年6月18日神奈川県少年ソフトボール連盟チームと大橋達雄、頑張ってください。続きまして関東大会出場認定書授与を行います。横須賀青少1名ずつ前、
認定証は2枚しかないんですけど、今さっき決まりまして、関東大会3チーム出場ということなので、広報部1名前へ。出場認定証、横須賀殿。基準は平成28年度、全国関東県予選会として優秀な成績を収めました。よって、ここに関東大会に出場することを願います。平成28年6月18日、神奈川県少年ソフトボール連盟優勝を果たしました。頑張ってください。まず、出場認定証、青少の関東大会に出場することを認めます。同じく東北の関東大会に出場することを認めます。頑張ってください。ありがとうございました。出場チームは神奈川県代表の誇りを持って精一杯戦ってきてほしいというふうに思います。続きまして、県少連会長挨拶、ホッケ会長を行います。皆さん、暑い中お疲れ様でした。第一期目は金沢総合高校で行ったんですけれども、残念ながら梅雨時の雨で1試合の途中で中止しました。そして2日目3日目、ご承知の通り今日は本当に30度を超す炎天下になりましたけれども、最後まで怪我もなく元気に戦っていただきました。見せていただきましてですね、非常にやはり毎日の関東あるいは全国予選会ですけれども、素晴らしいチームになっております。守備の方はね、非常に素晴らしいと思いますが、あとバンドとか細かいところ、そして打撃ですね、その辺を積極的に練習をして全国であるいは関東で優勝するように、また優勝フラッグを神奈川県に持って帰っていただきたいと思います。全国大会は30回ぐらいですけれども、約9回神奈川が優勝しております。で、関東大会は 90% 神奈川優勝しており、皆さんには非常に責任が重いですけれども、しっかりとですね、頑張っていただければ、全国大会にあるいは関東大会に絶対に勝てるチームですから、自信を持ってやっていただきたいと思います。一つだけ、やはり試合だけじゃなくして、監督コーチに普段から教えていただくと思いますけれども、やはり神奈川県の代表チームに恥ずかしくないしっかりとしたマナーというものをですね、来た時よりもきれいにというような気持ちで、自分たちの神奈川のチームとしてしっかりと他のチームにですね、背中を見せるようにしてください。野球は本当に素晴らしい、ソフトボールも素晴らしい。イチロー選手がですね、ご承知のように4257本の日米のトータルの安打を打ってます。それから以前には王選手は756号、これも世界一のホームラン。そして衣笠選手って皆さんも知らないと思いますけども、アメリカのリッペン選手の記録を抜いてですね、2000何試合っていうのを怪我しないで連続出場したっていう世界一の選手がですね、皆さんの先輩にたくさんいらっしゃいますので、そういうつもりでですね、また自分たちも承認していただいて、いい結果を出すように会長も楽しみにしておりますので、よろしくお願いいたします。で、最後にですね、やはりありがとうという感謝の気持ち、関東コーチ、審判の皆さん、そして周りに皆さんのお父さんお母さん、そして大会役員の皆さんが精一杯皆さんを応援しておりますのでですね、そういうつもりで頑張っていただければありがたいと思います。お父さんお母さん、監督コーチ、皆さん、役員の皆さん、ありがとうございました。精一杯頑張ってきますので、大いにこれからも応援していただきたいと思います。それではこれで終わりますので、ありがとうございました。
も上がり、ありがとうございました。今大会の公表を審判長からお願いいたします。よろしくお願いいたします。この3日間、皆さんのプレーをジャッジしたのは横浜市ソフトボール協会の審判。今日は、ここで18名で君たちのプレーをジャッジしました。上位の2チームは全日本の大会に出るということで、3位、4位、5位のチームは関東大会、このチーム頑張って優勝を持ってきてください。以上です。どうもありがとうございました。選手諸君は回れ右、脱帽、皆さんも脱帽してください。国旗行動を行います。よろしくお願いします。下ろしてください。はい、直れ、帽子かぶってください。閉会宣言、笠巻副理事長が行います。よろしくお願いします。どうもお疲れ様でした。これで全国関東神奈川県予選会を終了いたします。お疲れ様でした。どうもありがとうございました。チーム数が多いので、最後の更新はしませんけども、今日一日本当にお疲れ様でした。これで閉会式並びに表彰式を終わります。どうもありがとうございました。あ、写真ね。